阪神タイガースの井上康太選手、現在2軍でとんでもない状況になっているということで見ていきたいと思います。井上選手、2軍成績振り返っていきますと、今年は打率がなんと3割4分4厘90打数の31安打、ホームランが4本、打点が17、出塁率4割2分7厘、OPS が950、そして三振率が 22% という数値になっています。昨年の終盤頃から、ノーステップ打法に着手したりとか、いろんなところでこう確実性をなんとか上げていくというような取り組みを行っています。5月8日の試合でも猛打賞を記録しておりまして、昨年の数値と比較すると三振率であったり打率であったり、井上選手の最大の課題であったこのあたりの数値っていうのが大きく改善されているんですね。 OPS も2軍の数値ではありますけれども、キャリアハイの数値っていうのがここまで残っています。それでいてホームランの数とか長打の数っていうのが特段に減っているわけではないので、これまで課題だった確実性っていうところに加えて、今までの良さである長打っていうところも、しっかりと残っているというイメージですね。加えてファーストで2軍戦に出場するというようなケースも増えておりまして、外野だけでなくいろんなポジションを守れた方が、1軍での出場機会も増えるということで、現実的なところでファーストも守り始めているという状況でございます。一軍昇格も今すぐしてもおかしくないぐらいの成績なんですけれども、もし井上選手が昇格になれば誰が2軍降格になるのか、このあたりを見ていきたいと思います。井上選手との入れ替えの候補ですけれども、ノイジー選手と前川選手、この2人はやはり、ポジションもスタイルも被っているというところで、この2人のどちらかが打撃成績が落ちてくるということになれば、井上選手との入れ替えっていうのも十分あると思います。あとは原口選手ですね、右の代打としてここまでいい活躍見せてくれていますけれども、原口選手の打撃成績が、代打としてなかなかこう結果が昨年のように上がってこないということになりますと、代打の切り札としての、その存在っていうのが、厳しくなってくるということで2軍降格、そことの入れ替えで井上選手っていうのも、可能性としてはあるのかなと。あとは熊谷選手ですね、守備のバックアップとして1軍に入っていますけれども、打力を強化するということであればバックアップの枠っていうのは一つ削ったとしても、なんとかやっていけるぐらいの、メンバーは揃っているので、もしかすると、バックアップを削る可能性もあるのかなっていうところですね。ここまでの出場試合数としても熊谷選手7試合ですし、打席もわずか1つということになっています。あと候補としては小野寺選手も、一応名前は上がってくるかなと。ただ守備型の選手というか、ある程度守備に期待ができる選手っていうのが、小野寺選手いなくなってしまうとバックアップの選手に一人もいなくなってしまうので、そこはちょっと厳しい部分ではあるんですけれども、ここまでの出場試合数とか、総合的に考えると2軍降格の可能性っていうのも全然あるのかなっていうところですね。井上選手はやっぱり打撃特化型の選手になっていますので、昇格するということになれば基本的にはスタメンで起用できてこそっていう存在にはなると思います。なので岡田監督の判断っていうのも、ちょっと厳しく見るということになるとは思いますけれども、あれだけの成績を残しているということで、今年は1軍で成績を残すことができるのか、そこまで成長しているのか、ここについては注目していきたいと思います。以上です。